井上さゆりです。マリカはとにかく真面目で、一生懸命だ。そして、私のことを唯一支えてくれる人。とある歌収録の時、カメラに全く撮られていないことに気づいた私は、笑顔を作らなきゃいけないのに、涙が溢れ続けることがあった。その収録が終わった後、隣にいたマリカは、そばにいて何も言わず、ずっと肩をさすってくれた。今までそういう存在がいなかった私は、マリカの優しさで心の中がいっぱいになった。私にないものをいっぱい持っているマリカ。マリカは方向音痴だし、一緒にいると小学生みたいに幼稚だし。でも、ステージに立つマリカのパフォーマンスは、本当にかっこいい。見とれてしまう。私にとってマリカは、ライバルであり、親友であり、仲間だ。自分の弱音を言えて、心をさらけ出せる。初めての人。マリカは、どこにもいない。誰にも真似できない。唯一の人。私は、マリカのことを尊敬している。